1月25日木曜日、三重短期大学で多様性をテーマにした小論文作品コンクールの表彰式が行われました。三重短期大学では学生に国内外のさまざまな問題について考えてもらおうと、株式会社33総研と共催で毎年小論文作品コンクールを行っています。17回目となる今回は、多様性を認め合う世界へ、 SDGs の目指す理想と現実をテーマに開催され、小論文部門30件、レシピ部門4件、デザイン部門2件の計36件の応募がありました。この日は入賞した学生の表彰が行われ、その後受賞者によるプレゼンテーションが行われました。最優秀賞に選ばれた高山美優さんは、日本の企業における男女賃金格差の現状と解決するための課題についてをテーマに小論文を書き、持続可能な社会を実現させるためには、男女ともに仕事と家事や育児などを両立できるように、社会全体で支え合っていくことが大切ですと発表しました。学長賞には、津市の PR キャラクター、白もちくんをモチーフにした白もちくんベーグルを考案した小林純奈さんと辻元あゆみさんが選ばれました。2人はフードダイバーシティ、食の多様性をテーマに、卵や牛乳を使わないアレルギー対応で地元食材をふんだんに使った幅広い世代が楽しめるレシピを考案しました。プレゼンテーションの後はレシピ部門の入賞作品の試食が行われ、参加者は学生が世界の課題解決に向けて真剣に考えた料理を堪能していました。最後に株式会社33総研の一色構造代表取締役社長は、いずれも力作ぞろいだったと思います。このコンクールは次世代の育成にもつながっており、引き続き三重短期大学と協力してより良いコンクールへ発展させていきたいですと話していました。